はい、皆さんこんにちは。福岡方チャンネルです。ナショート。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡方の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということでですね、本日はですね、ラーメンネタなんですけども、ちょっと思考を変えてですね、一蘭のですね、一蘭さんの特集をしたいなというふうに思います。っていうのが、一蘭さん実はですね、店舗限定メニューっていうのがいくつかございまして、で、それぞれどういうふうな違いがあるのかっていうのをですね、今日は皆さんにご紹介したいと思います。で、最後にですね、おまけじゃないんですけども、福岡の糸島にですね、一蘭の森って言われるですね、一蘭の、なんて言えばいいのかな、ミュージアムみたいな、工場に併設されたですね、お店と、そういう見学できるところがあるからですね、そこの様子もちょっとご覧いただきたいと思います。はい、それでは早速いってらっしゃい。はい、まずご紹介するのが釜だれ豚骨ラーメンですね。はい、こちらのメニューが食べれるのが、天神西通り店ですね。はい、あとキャナルシティ博多店になります。で、本日はですね、天神西通り店の方をご紹介します。で、一応ですね、営業時間なんですけども、朝の10時から、次の日の朝の7時までやってます。で、お休みはですね、一応記入されてないので、無休ということで間違いないと思います。で、店内はですね、こんな感じで一般的な一蘭の店舗で変わらずですね、味集中カウンターっていうんですかね、はい、敷居がある、カウンター席になってるんですけども、これ僕ね、知らなかったんですけども、天神西通り店って2階があるんですね。はい、全然知らなかったです。で、忙しくない時間帯はおそらく1階だけで営業されてるんですよ。ただ、外に行列になると困るということで、おそらくこの階段のところにですね、誘導されますので、外に行列がいないなと思っても中で並んでる可能性はありますので、一応ですね、確認してから入店されるといいと思います。はい、で、メニューなんですけども、こちらですね、釜だれ豚骨ラーメンになってます。セットもあるみたいなんで、もうめんどくさい時はね、セットをご購入されてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、こういうカード決済もできますし、QR コードですね、こちらバーコードと QR コード両方の決済が使えるみたいです。で、こちらがですね、オーダー用紙ですね。はい、今回は基本と、ちょっと麺をね、固めにするような形にさせてもらいました。はい、で、僕これ知らなかったんですけど、裏面にですね、中国語と韓国語があるんですね。はい、たまたまね、隣にいらっしゃった方が海外の方で、そちらに記入されてたんで、あ、そんなのがあるんだと思って、それはありますよね、これだけ海外の方が見えてるからですね。はい、で、本日私がいただいたのはこちらですね、釜だれ豚骨ラーメンと、あと卵をいただきました。これ僕ね、容器が違うだけだってずっと思ってたんですよ。で、なんだったら、なんで容器が違うのかっていうことすらですね、あんまり気にせず食べてました。はい、私がね、一蘭を食べようと思ったら、だいたいこの西通り店か、あと博多駅のですね、地下にあるところ、そこが多いんですよ。で、その2店舗ぐらいしか行かないから、七日にもよく行くかな、はい、行くんですけど、あんまりね、違いが分かんなかったんですよ。それぐらいね、申し訳ないんですけど、僕は下バカだからですね、分からないんですけども、よくよく調べたらですね、ちょっと言っていきますね。釜煮込みのチャーシューを作る際に出た煮汁を、タレ専属の職人の方が、長年研究された上で、釜だれというふうなですね、これはスープなのかな、はい、に仕上がったそうです。だからこれね、器も有田焼らしいんですよ。はい、あ、ごちそうさまでした。はい、で、この器のですね、底もですね、普通のね、丼と同じように、こんなメッセージが書いてありますのでですね、僕はね、ちょっとお医者さんから塩分は控えめにしろって言われてるんで、ちょっとスープはちょっと飲みきれないんですけども、ぜひね、お医者さんから止められてない方はですね、試してみてください。確かにね、言われてみれば、なんかちょっと味違うなと思って、最近僕、ガガさんの特集をするために、法輪さん行ったりとか、一蘭さん行ったりとか、もうほんまでここ1ヶ月でね、一蘭さん相当行ったんですよね。なんで、ちょっとだけね、違いが分かるようになった気がします。
はい、続いてご紹介するのがですね、ラームギ麺ですね。このメニューが食べられるのが、オド店と、太宰府店、あとですね、古賀サービスエリア店で下りって書いてあったんで、これ多分九州自動車道の古賀サービスエリアで食べられるんだと思います。で、本日私が お邪魔させてもらったのは一蘭のオド店なんですけども、ちょっとね、場所が行きづらいんですよね。車だったら大丈夫なんですけど、電車だとですね、かなり歩かないといけないんですよ。なので、まあ、バスで行かれるのはいいかなと思います。だいたいバスで50分ぐらいですね。営業時間なんですけども、こちらはですね、朝の10時から次の日の朝4時までですね。はい、これが平日です。で、土日が、9時から、朝の9時から次の日の4時までになってます。で、お休みはないみたいですね。で、こちらのお店なんですけども、カウンター席なんですけども、このカウンター席、2面プラステーブル席があるんですよ。で、一覧でテーブル席があるって結構珍しいんですよね。なので、まあ、そういう意味でもですね、ちょっとね、この中は僕で入れなかったんですけども、そういう意味でもですね、ちょっとね、珍しいお店だなというふうに思います。で、メニューに関しては、もう基本的にはこのラームギを使用したラーメンですね、があります。で、本日私がいただくのは、オーダー表ですね。オーダーはこんな感じの、ちょっとだけですね、こってりが食べたかったんですね、この人は。で、固めにしました。はい、まあ、基本的には全然変わらないです。で、一応ですね、このラームギについてのですね、説明が書いてありますので、一蘭さんもですね、この開発に、ラーメン専用の小麦として開発されてるらしいんですけども、一蘭さんも協力されてたみたいです。はい、こちらがですね、ラームギを使用した、一蘭のラーメンですね。値段はね、変わらないです。980円ですね。はい、こんな感じになっております。それとまた卵を食べてますね。これ確かね、同じ日に行ったんじゃなかったかな。2杯目だと思いながら食べたんですけどもね、違うな、替え玉してるから違うな。はい、で、このラームギに関してはですね、多分ね、僕これ初めて食べたんですよね。太宰府店も古賀店も行ったことないし、オド店も見たことあったんだけど行ったことなかったんで、多分初めて食べたんですけども、これはね、めちゃくちゃ違いが分かりました。あ、全然違うんやんと思って、なんて言えばいいのかな、もともと一蘭さんの麺ってすごい美味しいじゃないですか。で、おそらくなんですけども、小麦が違うだけで製法は一緒なんじゃないかなと思うんですよ。替え玉しようとしてますね、すいません。ピントが合わなくて、はい、このチャルメナのと覚えておいてくださいね。はい、で、食べたんですよ。で、まあ片面を食べることが僕多いんで、同じにしようと思って片面に今回もさせてもらったんですけども、本当にね、申し訳ない、釜だれ豚骨に関してはちょっとあんまり違いが分かんなかったんですけども、このラームギに関してはですね、あ、これは違うわっていう風な明確な違いが分かりました。はい、ごちそうさまでした。で、違いは分かったんですけども、美味しいか美味しくないかで言われれば、僕のね、感覚で言うとめちゃくちゃ美味しいです。ただラームギが食べてってなるかどうかっていうのはちょっと疑問なんですよね。普通の僕は一蘭の味も好きなんで、まあラームギをわざわざ食べたいから、まあ、オドとか太宰府の方に行くかって言ったら多分行かないと思うんですよ。ただたまたま近くに行ったから、あ、ちょっとじゃあ一蘭のラームギ食べてみようかなっていう感覚で行きたいなっていう風なポジショニングになるんじゃないかなと思います。はい、最後にご紹介するのはですね、合格ラーメンですね。はい、こちらのメニューはですね、この太宰府の参道店だけになってますので、まあ、食べてみたい方はですね、ここまで来ないといけなくなります。で、ただね、太宰府ってやっぱ福岡観光の中でももうほぼほぼ目玉って言ってもいいぐらいメジャーな場所なんですよ。なんだったら僕も福岡に来た人観光したいって言われたら多分一番最初に押すのは太宰府なんですよ。なので、まあ観光がてらね、全然行かれてもいいと思います。交通の便もすごくいいから、西鉄でも行けるし、あと博多駅から、まあ、JR で行ってもいいんですけども、博多駅からだったらですね、直行でバスがあるんですよ。で、この西鉄太宰府駅からその参道店まではですね、もうほんとすぐなんですよ。ちょっとね、まあ、分かりにくくはないんですけど、見落としがちなんですよ。後ろ振り向かないじゃないですか、観光地に行ったら。あ、こっちかと思って進ん、ずんずん進んでいくじゃないですか。で、参道店って書いてあるから、参道にあるんだろうと思うんですけど、じゃなくって、この駅の後ろにあるんですよ。横に。はい。こちらですね。だからこれ、帰りに気がつくパターンなんですよね。で、僕の知り合いも、
ここ行きたいって言ってたんですけども、なかったから違うところで食べたら帰りに見つけた場合って言ったからですね、ちょっと今回わざわざこの案内の動画も載せていただきました。はい、営業時間はですね、9時半から18時半までになってますので、こちらはですね、営業時間他の店舗と比べて短いので、できるだけバラした時間に行こうと思っても、あまり混んでない時間に行こうと思ってもちょっと難しいかもしれないんで、覚悟を持って行かれてください。で、店内なんですけども、店内はもう通常の店舗と変わらないように一見見えます。ただちょっと後でご紹介するんですけども、このお店ものすごいね、細かいところまでね、すごいこだわって作ってらっしゃるなっていうのがよくわかります。はい、メニューはこんな感じですね。ラーメンと、もう普通の、一覧と変わらないです。ただ、ちょっとね、呼び方が変わってたりとか、ちょっと器が変わっているのかですね、合格セットで2000円入れたらね、合格っていう風になるような値段の組み合わせになっているそうです。で、替え玉もですね、ちょっとね、文字がね、変わってます。こちらですね、この合格ラーメンのことについてすごい書かれてるんですけども、とにかくですね、店内の至るところに縁起のいい言葉ばっかりなんですよ。もう受験生の方が合格するようにっていうのがもう所狭しと並べられてるんですよ。で、こちらね、案内、空席案内板なんですけども、なんかあれ、トイレのとこなんか落書きされてんなと思ってよく見たらですね、これ落書きじゃなくて、トイレをですね、落書き風にもじってるんですよ。通るんですね。だから、まあ、志望校に通るっていう多分意味だと思うんですけども、とにかくですね、いろんなところに縁起のいい言葉が散りばめられてます。で、このお箸もですね、合格するようにっていうことで五角形のお箸になってるんですよ。もうだからね、こだわりがすげえんですよ。はい、で、こちらですね、これ水なんですけども、このコップがですね、縦よりも長いんですよ。で、これもきちんと意味があって、通るっていうですね、通る高いコップっていう風にですね、もじってるんで、まあね、そういうのを探すのも楽しいかもしれません。はい、で、本日私がいただくこちらですね、合格ラーメンになります。器がね、すごいんですよ。最初のこれ五角形だけなんだろうと思ってたんですけども、いろいろ書かれてるからですね、きちんと考えてらっしゃるんでしょうね。はい、で、味の方はっていうとですね、基本的には普通の一覧と変わらないです。オーダーのところでですね、自分の好きなカスタムを書いて、出せばもう普通に自分が好きないつもの一覧になってます。ただし一箇所だけ違うところがあって、麺がめちゃくちゃ長いんですよ。これがね、ちょっとびっくりしました。はい。これはね、どういう意味だったかな、ちょっと覚えてないんですけども、59センチか、合格っていう意味でですね。なので、通常の2倍以上の長さがあるそうです。はい、はい、ごちそうさまでした。こんな感じでですね、もうありとあらゆる面でですね、受験生を応援しようというですね、コンセプトの一覧になっております。なので、まあ、見た目ですね、味は変わらないです。美味しいです。普通通り。で、ただやっぱ珍しいんですよね、この五角形の丼もそうだし、まあ店内のね、これね、海外の方はちょっと気づくの難しいんじゃないかなと思うんですけども、まあ一応その太宰府っていうのは、その受験生のためのテンプルだっていうのが分かってたらですね、もしかしたらそこも楽しめるかもしれないですね。まあぜひね、これはさっきの麺のやつですね、特に麺が一番分かりやすいと思うんでですね、ここに行ってですね、記念撮影してみてください。はい、で、おまけなんですけども、一蘭の森ですね。はい、ここもですね、ちょっと、糸島の方にあるんですけども、できた時にすごい騒がれてたんですよ。で、僕もね、できてから半年か1年ぐらい経ってから初めて行ったんですけども、まあ普通のね、一蘭なんですよ。で、実はここも、前はですね、限定メニューあったんですよ。ただ今ちょっとなくなっちゃったんで、今回はちょっと外させてもらったんですけども、まあ、珍しいということでですね、ご紹介させてもらいます。で、場所はですね、糸島の方にあるんですよ。だから車、ですね、市内の中心地からですね、車で行くと大体1時間弱ぐらいですかね。はい、ただ公共交通機関で行こうと思うとですね、バチクソ時間かかるんですよ。2時間ぐらいかかるんですよね。で、しかも最後ね、結構な歩かないといけないんですよ。だからまあ最寄り駅からタクシーで行くのが現実的なかなっていうふうに思ってたんですよね。はい、これはパーキングの入り口なんですけども、ね、駐車場がね、めちゃくちゃ広いんですよ。なんで、絶対に止められます。で、なんだったらこの大型バスも入ってこれるからですね。で、この日ですね、このバイクの方がいらっしゃったんですよ。だから、ツーリングのね、
目的地としてもいいんじゃないかなというふうに思いました。でこの日ですね、たまたまですね、バスが止まってたんですよ。であれと思って、バスがね出てるらしいです。最寄り駅 JR のですね旧大学研都市駅ですね。こっからバスがですね1日に 1,2 本1時間に 1,2 本ですねぐらいのペースで出てるんですよ。なんでもしですね車がない方はですね、これをねご利用されるといいと思います。まあ、ちょっと、ね、本数が少ないんで、帰りの時間を考えてですね行かないとですね、ちょっと難しいと思うんですけども、まあないよりは全然いいんじゃないかなと思います。ただね、駅からもやっぱ30分ぐらいはかかると思うんで、その点はご注意ください。はい、でここが入り口になりますので、ここから入っていきますね。でこの駐車場からですね入り口があるんですけども、ここからですねこの竹林っていうんですかね、ここを抜けていくとその先に、店店舗があります。はい、ですねここのですね敷地が、東京ドーム2個分あるらしいんですよ。でここでまあいろんな研究開発とかですね、あと品質チェックとかで、もちろん製造も行ってるみたいです。でこちらのですお店の営業時間は、10時から16時になってますので、まあ行かれる方はですね、こんな感じでですね、タイミングが悪いとですねめちゃくちゃ並んでますので、その点はね覚悟を持って行かれてください。時間に余裕を持ってですね。はい、でメニューに関しては基本的にはそんな変わらないです、普通のお店と。ただ味集中カウンターじゃないんですよ。カウンターもあるんですけど、こんな感じでですね昭和10年代20年代30年代の、ラーメン屋さんの雰囲気をですねちょっと再現しているような感じになりますので、まあこういう点でもですねちょっとねいつもの一蘭とは違う感じが味わえますね。ただ味に関して言うと基本的に変わらないです。普段食べてるやつと同じです。美味しいです。であとですねこのオーダー用紙に関してなんですけども、名前書くところがあるんですよ。これもねちょっと違うのかなっていうふうに思います。でなぜかですねここのコップも背が高かったです。はい、で本日私がいただいたのがラーメンでございます。はい、今日何度目だっていうですねまあいいんですけどね、一蘭さんラーメン好きなんで。で通常通りの値段です。980円ですね。で基本的にはですねこちらのお店もラーメンは通常の味と変わらないです。でこちらの施設なんですけども、このラーメンを食べるところと、あと、博物館ですね、ラーメン博物館、あと、お土産屋さんがある感じになります。で、まあ、ここ以前実はですね、オリジナルメニューあったんですよ。ただちょっとそれ、もう今はなくなっちゃってるみたいで、もう食べれなくなったんですけども、まあね、それを食べたことがある方はですね、非常にラッキーだったんじゃないかなというふうに思います。で、こちらのですね、僕ね、替え玉をね、頼んでたんですよ。で、このいつも乗せるところがあるじゃないですか。それがなかったからどうするんだろうと思ってたら、私ボタンがですねいつものチャルメラの音が鳴ると思ってたんですよ。それでおーなるほどねと思って、おっしゃおっしゃろうと思ってカメラ回しながら押したら、まさかの普通の音だったんでびっくりしちゃいました。はい、でじゃあですね替え玉をいただいて、結局でも多分ねここ 2,3 ヶ月で多分20杯以上食ってますね、ラーメン。しかも一蘭さんだけでも多分10杯以上食ってるかもしれないですね。っていうぐらい食べまくりましたんで、本当は長浜屋さんもですね、今度取材させてもらおうと思ってるんですけども、しばらくラーメン食べなくていいなと思ったんで、秋ぐらいにまたお届けできればいいかなっていうふうに思っております。はい。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。さすがですね、一蘭さん。はい。でこちらの施設ですね、ラーメンを食べ終わってからでもいいんですけども、食べる前でもいいんですけども、お土産屋さんと博物館がありますので、今日はですね、ちょっと博物館の方を先にご紹介していきたいなと思います。で僕もね、何回か見たことあるんですよ。要はその県外の方がですね、行ってみたいって言ってご案内したことがあってですね、その時に一緒に見たんですけども、なるほどなって思うこともいっぱいあったんですよね。で正直ですね、興味がない方はですね、あんまり楽しくないかもしれませんので、まあ、ラーメン好きの方にはいいんじゃないかなと思います。
はい、こんな感じでですね、豚骨ラーメンの始まりからですね、日本全国のラーメンの分布とか、であとはその一蘭さんのですね、基本的な考え方とか、遠隔とかですね、そういうのがずわっと載ってますので、いろいろとね、一蘭が好きな方はですね、発見があるじゃないかと思います。特にね、僕一蘭のですね、一蘭さんのロゴが、こんなに何回も変わってるんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。何気なく、本当に何気なくしか見てないんでしょうね。なんとなく赤字に黒字に緑だっけなんかそんな感じで人の記憶ってそんな感じなんでしょうねなんとなくパッて見て、あれ一蘭さんだみたいな感じでですね、認識してたんで、こんなに変わってるんだっていうふうに思って、で今日ご紹介したですね、いろんなお店の限定メニューのことも載ってました。で、面白かったのはですね、この丼なんですけども、丼これ、ね、昔からね、そこに書かれてるんですよ。確かに、ね、僕は高校生二十歳前後の頃かな、その頃からですね、このメッセージって書かれてるんですよ。で、一時期ですね、この丼をですね購入できるっていう噂が流れてたんですよ。で、そうなんだと思って、別に欲しくはないけど、買えるんだったらなんか買ってもいいかなと思ったんですけども、それ多分デマだったのか、なんか横流しか分かんないんですけども、とにかく買えなかったです。はい、だから、なんかもし買えて持ってる方がいらっしゃったら、ぜひその購入ルート教えてください。で、最後にこちらですね、お土産屋さんになります。で、基本的にはですね、それぞれの一蘭さんの店舗で購入できる、物販の商品が置いてあるんですけども、ここにしかない商品っていうのもあるみたいなんですよ。で、そうなんだと思ってちょっとそれを見に行ったんですけども、基本的にですね、中はね、そんな広くないんですよ。なので、いつも通りというか、通販でも、ネット通販でも買えるんじゃないかなっていう風なラインナップで、面白かったのはこの箱買いのやつですね。カートまでついてくるんですよ。で、これね、一蘭の縮れ麺もあるんですね。これはちょっとびっくりしましたね。こんなんあるんだと思って。で、ここでしか買えない商品の一つはこちらですね。ちょっとごめんなさい、引きで申し訳ないんですけど、焼きラーメンは他のところでも買えます。この右側のですね、このビーガンラーメン。このラーメンはここでしか買えないそうなんです。あとこのですね、釜だれ豚骨のこのセット。このセットもここでしか購入できないそうです。なので、もしかしたらネットで売ってるかもしれないんですけども、ちょっとね、確認してないんでわかんないんですけども、なので、ぜひね、ここに行かれた際はですね、ビーガンで、ラーメン食べれないよっていう方にはですね、お土産で買っていってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでどうだったでしょうか。もう2週間続けてラーメンだったからですね、本当にしばらくラーメン食べなくていいなって思うぐらい、ここね、1、2ヶ月はね、ラーメン食いまくりました。本当暇があればラーメンばっか食いに行ってましたね。はい、特に一蘭さんですね。はい、おごり系のやつをやってたんで、いろいろ行って、美味しいんですよ。で、違いもあるじゃないですか。ただですね、ちょっとね、食べ過ぎたかな、短期間で。おそらく多分、ちょっと今度の健康診断で、コレステロールなんか言われそうな気がするんでですね、しばらくで自重したいと思います。はい、ラーメンはですね。はい。で、今日ご紹介した、お店以外にも、他にもですね、店舗限定メニューがあるらしくて、浅草のロック店かな、っていうところで八角丼っていうのがあるらしいの。これなんか運気がアップする八角形の丼で提供されるみたいですね。あと、難波御堂筋店では、その 100% 豚骨不使用のラーメンが食べられるそうです。ただこれは、さっきのビーガン用のラーメンみたいなやつじゃなくて、豚骨を使用してないっていうだけなんで、そのハラール認定、イスラム系の方とかが食べられるとか、ビーガンの方が食べられるってものではないので、ご注意ください。はい。だからね、この東京とね、大阪行った際にですね、もしね、ちょっと時間があって、その近くに行けるようだったらですね、ちょっと一回食べてみようかなと思います。正直ね、一蘭さんの味だったら、多分死ぬほど食べてるんで、ある程度違いが分かるんじゃないかなって気がするんですよ。オーダー用紙もね、オーダーもね、あんま買えないんで、僕、基本的には。なんで、ちょっとね、機会があったら食べてみたいなというふうに思います。はい、ということでですね、すいません、なんか2週続けて長い動画になってしまいまして、はい、本日はですね、一蘭の店舗限定メニューを食べてみようっていう、ご紹介でした。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。